今回購入紹介するのはファンタジースプリングスで、がなんだっけ、開園した時に、開園した時って今も売ってるだろうけど、に、なんていうの、売ってたグッズの一つのリピ買いになります。で、何を買ったかって言ったら、まあ見てるんだけど、このなんだ、ラプンツェルのキーチェーン、光るやつ、この下の部分にが電源ついてて、このなんだ、これオンにするとこうやって光るやつで、ランタン、そうそうそう、そういうやつ。これがね、結構いいんだね。いいってなんていうの、光るおもちゃとしてはちょっと気に入ってて、で、もう一つあってもいいかなと思って、ちょっとアプリで購入した商品になります。で、値段はね1800円、ちょっと高いんだよね、ちょっと高いんだけど、やっぱ雰囲気が出てんだよね、雰囲気が、だからいいかな、もう一つ買っても。で、前回のやつは多分まだカバン、多分カバンにつけたままになってるから、ちょっと今持ち出せなかったんだけど、とりあえず2個目、かわいいし光るし、光るとね、あのなんていうの、安全面でもね、そう、居場所が分かりやすいし、そう、いいね。で、このエリア行った時もね、ラプンツェルのとこ行けばね、そう、きっとランタンと一緒にね、光って可愛い。あのエリアの中でね、多分乗り物とか乗るときは多分消さなきゃいけないんだけど、ただ、エリアとか歩いてるときはそういいかなって思えるぐらいなんで、で、結構やっぱ雰囲気がさっきから言ってるけどいいから、やっぱラプンツェルの世界そのものに入れる気がするから、結構いい商品なんじゃないか。で、何よりほら、他の光るグッズに比べればちっちゃいよね。だから、そのカバンとかにもつけて、つけやすいっていうのね。だから、持ち運びやすいっていう面でもすごくいいと思うから。っていうんで、2個目をちょっと購入したって形になります。じゃあ以上です。